水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる。誰かって誰？はい、どうも皆さん、新年ね、明けましておめでとうざごいます。私1月1日から元気でございます。皆さん今日ね、楽しみにしていたお年玉なんかもらっちゃったりするんじゃないでしょうかね。まあ、ソータリスナーならばね、税金がかかるのでそのお年玉のうち 10% を私に寄付するという仕組みになっておりまして、ツイッターのプロフィールの方にね、私がアマゾンで欲しいものをリストで作っていて、もうすでにね、AirPods Pro を買ってくれたリスナーなんかもいましてね、新年いいスタートを切るためにもね、ぜひそのお年玉で私にたくさん貢いでくれると嬉しいです。はい、ということでね、新年一発目は非常にシンプルなテーマでございます。雪合戦ならぬね、新年一発目の画力合戦やっていきたいと思います。新年始まってね、一番イラストの集まる場所にしようぜということで、皆さんに好きなイラスト投げてもらったので見ていきましょう。はい、ということで2022年はね、寅年ということで、なかなかにトラジディなイラストがたくさん来てましたけども、いや、めちゃくちゃ可愛いですね。これ年賀状に使うのかな。だったらこの年賀状欲しいな。この手のひらに虎って書いてるのかっこいいね。その年の干支の人、まあ、今回で言うと虎なんだけど、1年間は何かにつけて虎年であることを当てはめられて言われるから気をつけた方がいいよ。ちなみに僕ネズミ年だったんですけど、なんか勝手につまみ食いとかして物食ったりするとさすがネズミって言われました。 Wow, it's beautiful. 鼻のところだけ色塗ったのおしゃれね。この人模写専門って言ってるけど、これも模写なんかな。だとするとこの元絵描いた人、やっぱ服のシワとかえぐいね。後ろ姿もいいね、最高。俺まだ人生で一回も巫女見たことないんだよな。俺さ、この手めっちゃ好きなんだけど、わかる人いる？バトルアニメとかのスピード感ある戦闘シーンとかの手って、こういう風になんか皮膚がブリュっていってのわかる？わかんないか。早すぎてちょっと痩せ細った感じの指みたいな。女が男をビンタする時の手、ハイスピードカメラで捉えたらこうなってると思う。この絵なんか好き、かわいい。なんかよく海外のセレブとかでさ、ホワイトタイガーとか家に飼ってる人いるけど、虎って一匹飼うのにいくらかかるんだろうね。虎の上に虎。つまりおすすめのアニメはトラドラ。本命です。ソータさん、明けましておめでとうございます。今年も面白い動画お願いします。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。あとお金もください。新年早々ずうずうしくすな。何も書かれてない状態からのあよー。さ、もう自分が書いたかのように披露するわ。呪術回戦、乙骨ゆうたくんですね。呪術回戦ね、映画始まってばっかなんで、もうちょっと経ったらね、みんな呪術のイラストを描き始めるんじゃないかなと思ってるんで、もうちょっとね、呪術のイラストは後で募集しようかなと思ってます。ちなみに僕、すでに映画見てきたんですけど、ネタバラシなしで見てほしい要素だけをわかりやすく言うと、PV に公開されてない五条悟の戦闘シーン、マジで注目して見ててほしい。いいね、なんか、みんなのデジタルとかでガチで書いてる時にこのマス目のノートにグリグリ書いてる感じいいね。ちょっとね、これちょっとみんなに見てほしい。俺直感でこれ一番好きだったかもしんない。色の塗り方と目の描き方と髪の毛の色の塗り方が好きだったんだよな。あと眉毛の角度が良かった。なんかパッと見好奇心に従って生きてる女の子って感じの顔してる。それどんな顔？ごめん、前言撤回するわ。さっき一番好きって言ったけど、こっちも一番好きだった。つまり一番好きが2つあると矛盾してるから、結果どっちも好きだ。この2枚がね、今回一番直感で選んだやつかもしれない。どっちも顔に惹かれたんすよ。顔に惹かれるっていうね、新年早々嬉しい交通事故ですね。はい、失礼しました。これお年玉もらってる時のみんなじゃんね。みんなあれでしょ？どうせおばさんにお年玉もらった時だけ、おばさん好きチューチューとかやってんのに、おばさん奥の部屋行った瞬間、こうなるでしょ？これなかなかいいね。鏡餅の上にみかん乗せるやつ。どってことないんだけど、いいアイディアだわ。ちょっと待って。これって口なの？これ口か？いや、目貫通しとるやん、これ。物理的にありえんがな。ソータさんが推しのクロエちゃんです。俺ちょっとごめん。クロエちゃんって誰かわかんないんだけど。俺クロエちゃん推しって言ったっけ？いつ何時何分何秒地球が何回回った時？小学生の時、喧嘩したガキが使う決め台詞。飽きた、飽きんな。